いね今日。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、皆様、皆様、唇に色がないのがあれなんで、ちょっと軽く塗ります。これ新品だ。あ、みんなあれ取れたかな？あれ、トークポート。さっき見たらね、まだね、一部がね、残ってた。機械でみんな謝罪してました。嘘、ごめん。その話ちょっと後でしましょう。撮れました、よかった。そう、今回は制限が、ちゃんと最初からついてて、そうなの。いろんな方に撮ってもらいたいと思う感じで、枠数制限ついてます。間違えて撮っちゃった。だってありがとう。こんばんは。買わないと思ってたのに、毎度あり。言い方ありがとうございます。ね、ツイート遅くなっちゃって本当申し訳なかったです。トーク会のやつ、初めてトークポートマック取れた。本当よかった。そう、前回その初めての時に結構そのトークポートのその枠が取れなかったっていう、そう話があって、すぐ完売しちゃってっていうので、マネージャーさんとたくさん話し合いまして、枠数をしっかりこう、枠数制限を作ろうってことになりまして、で、あんな感じになりました。トークポートのアプリ使いやすいの？私は使いやすいな。って感じです。枠数制限はどこで見れるの？どこで見れるんだろうね。なんか有線がいいです。イヤホンは有線がいいと思います。ね、でね、なんかね、いろいろあったんだよな。ちょっと待ってね、トークポートの
いっぱい来てるからさ、ちょっと、画像、この辺かな。なんかね、あったはず。ちょっと待って。あ、あったあったあった。これはなんて説明したらいいんだろう。通話テストで良好と表示されていても、トークの接続時などに一時的に電波状況が悪くなることがございます。またご自宅の Wi-Fi に複数端末の接続がある場合にも同様のことが起こる可能性がありますっていう感じ。トークにご参加される場合は下記をお試しいただくことで改善されることもございますので、お試しいただけると幸いです。起動している他のアプリを全て終了してから通話を開始する。Wi-Fi 回線ではなく 4G、5G 回線で通話に参加する。また声のみ聞こえないということですが、ご利用いただいている端末が、あ、なんちゃら、なんちゃら以降の場合は下記の手順より操作を行っていただきたく存じます。トークポートアプリのアイコンを長押し、アプリ情報またはI丸をタップ、権限権限から、付近のデバイスの順にタップ、許可を選択。最初から許可になっている場合は許可しないに変更後、許可に戻してくださいっていう感じ。 Android かな、 Android 順にから付近のデバイスという項目が新たに追加されており、これがこちらの設定が Bluetooth にも影響しております。システムアップデートを機に許可しないに設定してしまうと Bluetooth 機器での通話が通常通りできなくなる場合がございますっていう感じです。まあ有線のイヤホンがいいよっていう感じですかね。有線のイヤホンにして、Wi-Fi 環境っていうか電波環境のいいところでやる。起動してる他のアプリを全て終了させるっていう感じですかね、簡単にまとめると。で挑戦していただけると嬉しいです。はい、感じかな。前回参加できなかったから楽しみだって。嬉しい、ありがとうございます。かな、そんな感じです。まあその3点はちょっとツイッターでも言ってみるね。
すごい桜が、ありがとうございます。はい、ね、15分経ったからみんな大体来てるかな。ということで、今日の、サイバーさんのワロップありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかすっごいはしゃいだ。すっごいはしゃぎました。ありがとうございました。とても楽しかったです。ほど笑どころかめちゃ笑でした。わかる、めちゃめちゃ皆さん笑ってくださっててすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、もうね、なんか緊張したんですけど、もちろん緊張はねしたんですけど、すごくなんか楽しかったです。すごく楽しかったです。はい、もう大暴れさせていただきました。楽しかったです。楽しかったですしか言ってない。ほんとそれぐらい、なんて言うんだろうね、もうね楽しかったのよ。楽しかったしか言ってない。なんか伸び伸びとしすぎた気がする。本当に伸び伸びとやりすぎちゃった。そうなんです。いやでも本当サイバさんには感謝しかないですね。本当にこんなこうね、こんな私のようなね人物を使ってくださって、ね、呼んでくださってすごく嬉しい所存でございます。ね、なんか大丈夫かなって思ってたの。大丈夫かなって心配もあった。はい、ちゃんとチェキ代払ってください。チェキ代ね払おうとしたのよ。したらいいですいいですって言ってくださって、でも10枚取ったんですね。そのうちの9枚は私のその担当してくださってるマネージャーさんがチェキを持ってきてくださって、そのだからミットのチェキのフィルムで撮らせていただいたっていう感じです。そうなんです、そうなんですよ、実はチキチキ。これです。こんなにある。聞くのがいいな。はい。
すごいでしょ。たくさん撮らせていただきました。はい。あと一部4枠しかの残ってない。あ、そうなんですか。あら、ありがとうございます。なんかその番組が始まる前に撮ったんですよ、9枚で。撮った後にじゃあ向こう行って撮りますかみたいな話の流れになって、番組が終わった後、そう、本当に番組が終わった後になんか向こうで撮りますかみたいななって撮りました。そう、10枚目、まさかのまさかの、そうなんです。はい。でもすごい楽しい番組でしたね。鍵開け笑いました。本当に鍵開けしちゃったんだよね。本当に鍵開けしちゃって、そうなんです。次回来ると思ってた。本当？みんな列にいたでしょ。みんな列にいた。みんな並んでるって思って。ちゃんと並んでください。これが職権乱用鉄です。次は MC 側ですが大丈夫そう？それね、マネージャーにも言われました。大丈夫って。こんなにはね多分暴れないと思うんで大丈夫です。謝罪の列ができてました。そんなに？そんなにですか。こんばんは。せっかくサイバーさんと話せる機会なんだから、今後のために舞台についてとかいろいろ聞けばよかったのに。なんかね、そういう話には一切ならなかったですね、楽屋でも。そう、なんかどんな話したんだろう。見つめてた記憶しかない。あ、でもなんかそのアサルト出ちゃえばなんかもう他の舞台大丈夫でしょっていう感じの話だった、はい、あれはサイバーさんじゃなかったら大事故だったんじゃ。そうですね。はい。よかったです。みんなの第一声がうちの安藤がすみません。ありがとうございます。はい。あくびが。でもなんか緊張が解けました。あくびが。婚姻届に判を押すまで諦めないと思いますって言ったらめっちゃ笑ってた。
おもろ。なんか可愛い女の子好きなんだよね。見ちゃう。なんか本当に。これは多分職業病ってやつだと思うんだけど、なんかどんなメイクしてるのかなとか、そういう感じで見ちゃう。可愛い。この子可愛い。ファンの方に婚姻届け持ってこられたことあるって言ってた。すごい。やっぱ可愛い女の子は持ってこられるんですね。すごいね。すごいよ本当に。真面目でいい子って言ってた。本当ですか。ありがとうございます。でも私は本当に、なんだろう、サイバさん、そのアサルトの本当に本番っていうか、本番前だよ。最終稽古前まで、最終稽古確か出てなくて、サイバさんが。ラブライブの、舞台あったじゃないですか。それがあって、そう、出れてなかったんですよ。でもなんかね、すごかった本当に。いや、なんて言ったらいいんだろう。稽古、サイバさんもそのお仕事でさ、忙しくってさ、出れてないところもあったのに、こう多分変わってたりすると思うの。だからさ、そのいないとやっぱできないじゃん。チャームないとできなかったりさするじゃん、盾とかって。でもそれでもその小屋入りしてリハの時からもう普通にできてるって、私はそっちの方がすごいなって思っちゃった。なんかね、皆さんやっぱりね、普段からそういうね、舞台とかさ、演技することをお仕事にしてるからさ、ほんとやっぱすごいよね、そういう時。私はもう分からないことだらけだからさ、もう本当に不安だったので、出れてない時映像を見て、こうやって回してるのかなとかさ、こうやってやってるのかなとかやってましたね。本当にすごいよね。でもサイバさん本当本当面白い。稽古も入れ違いじゃなかった。うん、入れ違いとかだったりしたかな。そうなんだよ。だからさ、本当すごいなって。アサルトの現場はね、いろんななんかもんなをね、学べました。はい、こんばんは。だからさ、なんか本当でもアサルトの時は、そのなんだろう、私はさ、セインツでさ、サイバさんはさ、ロネスネスじゃないですか。
だったし、こうでまあ船田予備隊だったから一緒に出ること多かったんだけど、でもやっぱ違ったりするじゃん。私楽屋も違ったから、こう話しかけることができなくて、ただただ遠くから見て、あ、可愛いな、可愛いなって思うぐらいだったんだよね。そう。本当に。はい、ただただ遠くから見てました。うわー可愛いって。本当に私多分サイバさん見るたびに可愛いしか言ってない気がする、はい、なのに今日の距離感だから今日は本当に大暴走ですね大暴れしました。何度安藤さん戻ってくださいと言われたかな。わかるね、兄さん、兄さんにね。もうちょっと段階を踏んだ距離の詰め方、あ、無理だ、無理ですね。0か100かしかないんですよ私。はい、ね、サイバーさんにはロックオンされたから諦めてと伝えておきました。ありがとうございますなのかな、どうなね、ははなのかな。こんばんは。次共演した時のサイバさんの反応が楽しみ。私なんかね怖いって言われるんですよね。なんでだろう、怖くないのに。これちょっと保存しとこう。いや、共演 NG 出されないよね。わかる。一応女の子なんで動くときは足回り気をつけてね。え、嘘、今日ちゃんと足閉じてたよ。そこね、ちゃんと足閉じたよ。頑張って足閉じてたよ。失敗したよ、ズボンでくれよかったって。ねえ、そうなの？それなんだって。ただのギアガニ股。ね、みんなの言うガニ股ってさ、どういうこと？足広げてるのがガニ股なの？私さ、ガニ股ってのは分かんなくて。足のさ、平っていうか甲っていうかがさ、外に向いてるのがガニ股なの。私の中では。こういう立ち方。がガニ股だと思ってたの。
みんなこれがガニ股なの？私こうやって立ってなくない？こうやって立ってた？足が離れてる。だ気をつけしろってことでしょ？みんなのみんなの言いたいの気をつけじゃないのはガニ股だってことでしょ。私だこれがガニ股だと思ってんの。わかる？こういう足がガニ股だと思ってんの。私はああじゃあこれが私の中のガニ股なの。そうね。そうだよね。私こうやってさこうやっては歩いてない気がすんのよね。膝が外ってどういうこと？外ってどういうこと？でもなんかガニ股って言い方あれですけど、ダンス習ってた時ってこれじゃ許されないんだよ習ってた時これだと足汚いって言われるの。こういう感じだとだからずっとこっち外に広げてやったりとかしたんだよね。そのなんていうの、なんかこうターンする時とかもまあそこまでこうやって開くわけじゃないんだけど、そうこうやっては回らないからさ、こうやってやってやったり してんの。ちょっと手のひらで申し訳ないんだけど、説明の仕方がそうバレエみたいな立ち方なんですね。でやってたからずっとそれかもしれない。癖が残ってんのかな。ちょっとどうかわかんないけど、はい。いろいろと考えてるんだね。だって考えてますね考えてないことないんじゃない？どっかしら考えてんじゃない？O脚は足閉じるのが大変とか。 O 脚ってさ膝つかなくない？私ね O 脚なんだよ膝つかないんだよね。だから基本的になんだろう、外向きなんじゃない外向いてんだと思う。だってマジでさ女の子座りすっごいきついもん。女の子座り痛いもん。誰ができるのっていうぐらい痛いぶっちゃけ膝と股関節終わる本当に。マジで。まあこんな話してもねみんなわかんないからやめましょう。はい。家族の話とか写真とかでは頑張ってました。そうだよ、家族の話とかもうね、生写真の時はマジ頑張ってた。なんか座って撮りますってなった時に本当にね痛い中頑張ったなあぐらとかさ、ね、そういうのが楽ですね。
ね。ガニ股と O脚はほぼ同じ意味かと。だってそしたらあれじゃない、みんなをみんなガニ股で O脚ってことよ。X 脚っていなくない？私あんまり見たことない、 X 脚の方って女の子 O 脚多いんじゃない？そしたらみんなガニ股だね、お揃いだね、ねえ。みんなお揃いは嬉しくない？だって。こんばんは。こんばんは。はあ。でも安心して、もうミニ丈履かないよ。長ズボンか、ロングスカートにするわ。靴の外側がすり減るのが大きく。外側すり減る、かかとはすり減るんだ私。かかとはすり減るね、うん、それは困ります。だってめんどくさいんだもん。本音が出ちゃった。めんどくさいじゃん。だってなんかさ、ねえ、こういう時気をつけなよ、こういうこと気をつけなきゃって、ね、なるのめんどくさい。気が向いたらね、はい、気が向いたら。あ、もうズボンにチェンジします。もう存分開ける。なんかあんまり嫌だな。あんまりあれだな。はい、ね、ね、4月2日もあんな感じのセットなのかな。どうなんだろうね、どうなんですかね。ブランケットとかあればね。いいよ、ズボンにする。ショートパンツで手を打ちましょう。いい、ズボンでいいです。ジャージでいきます。どうですか、ジャージで。ジャージでいいんじゃないね。みんなもそうすれば気になんないでしょ。ね、ズボンは男でも履けるけどスカートは履かないから、女の子は基本的にスカート履いてほしい。違うの、別に男の子がスカート履いちゃいけないなんてルールないんですよ。知ってる？男の子がスカート履いちゃいけませんっていうルールはないんですよ。法でこう定められてないでしょ？でしょ？それは男だから女だからじゃなくって、履いたらね、なんか変な目で見られるとかあるからでしょ。でしょ、だからみんな履けばいいんだよ。なんでそれを気にするの？女だからスカートを履かないといけないっていうルールもないし、
でしょ、みんな履けばいいんだよ履いたら女の気持ちわかるで。はい、何、好きな人のあれが見えちゃったらちょっと罪悪感ある。あれって何、パンツってこと？あのね、ちゃんとね、見えてもいいやつ履いてますよ、安心して。はい、ね、誰がさ、男の子はこう、なんだろう、スカート履いちゃいけないって言ってたの。男の子はね、別にね、スカート履いてもいいし、メイクもしてもいいんですよ。ね？ね？別に女の特権じゃないから、メイクもスカートも履いてください。どうぞ。はい。どうぞどうぞ。ね、そういえば服装、制服で男も女もズボンとスカート選べるってニュース見たな。そうだよ、そうだ、選べる。うん、周りの目って怖いのよ、知ってるよ、分かってるよ、だから履かないんでしょ。高校ってメイク自由でした？いや、メイクしちゃダメですね。メイク、カラコン、ピアス、髪の毛染めるのもダメだった。めっちゃ目じゃない、耳のこのここがめっちゃなんか変な感じする。メイクダメでしたね。でもさ、思うの、なんでさ、女の子はさ、制服さ、スカートとズボン選べるのにさ、男の子はさ、ズボンだけなんだろうね。ね、思わん？リップぐらいは許されるのでは。リップね、してたかな。涼しくて良さそうなのにね。涼しいっすね涼しいです、夏場は。面白い、この何、話の流れどういうことなんでこうなったんだっけ。あ、スカートの時は気をつけろっていう話だ気をつけろって話、気をつけてるわ気をつけてるよ、そら面白い、みんなって。じゃあ家の中だけスカート履きます、どうぞ、もう存分履いてください面白い、面白いね、みんな、ほんと最高だよ性格男、そう、性格ね、なんかね、
めんどくせってなったらね、一気にこうめんどくさくなっちゃう。そう。そう。だからスカート気をつけてって言ったら、分かった、ズボン履くってなっちゃう。分かった、気をつけるのめんどくさいからズボン履くってズボンでいいしょってなっちゃう。そういう感じです私。ちかなちゃん性格分かりやすいよね。分かりやすいよね。ズボン破くってどういうこと？どういうこと？何感しかなかった。なんだこれ、読めない。騎士官って何？騎士官って何ですか？騎士官って何？見たことある。どういうこと？どういうこと？見たことあるか。な、どういうこと？あ、そういうこと？そういうこと？なるほどね。なるほどね。ちょっと調べた。スカートは女性らしい美しさや可愛さ、可愛らしさを表現するからだそうです。スカートじゃなくても女の子はみんな可愛いよ。ねえ、思わん？別にスカートじゃなくてもね、みんな女の子可愛いよ。何言ってんだろう。何言ってんの。って言ってあげな。なんかそういう風にしたら誰かが。トークポート完売した。マジ？あら、ありがとうございます。嘘、本当ですか？あ、違う、調べようと思ったのよ。漏れるアイテムと思ってください。まあ確かに漏れるアイテムですね。見てみよう。あ、本当だ、すごい、ありがとうございます。完売してる、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は最初から3部の募集だったんですね。そうなんです、3部の募集でした。買えなかった、忘れてたんじゃなくて、全然、え、何ですか。ね、だって残り1枠あって手続きしようとしたら先越された。あら、どうも。2枠までしか取れないようになってた。そうなんです、そうなの。前回
とんでもなく早く完売したじゃないですか。びっくりして。で、追加の枠を出した時に、出す時にその1、2部で何枠以上こう権利のある方はっていう風にアナウンスを出してたんですけど、っていうのもあり、そう、今回は2枠っていう感じにしました。はい、でもなんか変えた方も多くて良かったです。ありがとうございます。でも制限つけるとつけるで心配になっちゃったりするんですけどね、大丈夫かなってはい。でもなんか私がツイートした時に見た時は一部がそのなんだろう、他の部よりは残ってましたね。はい、ね、よかったよかった、ありがとうございます。そうね、先着順だから申し込めないっていう方もいらっしゃいますよね、お仕事とかやってるとね。うん、ありがとうございます、嬉しい限りです。なんかこう卒業してもさ、そういうね、トーク会に来てくださるの、嬉しいです。寝飛ばしそうだったので都内うろうろしてましたあらね、ほんとありがたいですよ、ほんとに来てくださることはほんとに嬉しい限りです。ありがとうございます。今回は仕事中ではなかったので耐えました。よかった、ありがとう。アナウンスするの遅くなっちゃってごめんね。30分ぐらい経った後にしちゃった。もっと頑張るぞもっと頑張るぞ。前回がめっちゃ楽しかったからまた撮っちゃったって。ありがとうございます。事前に言ってもらってたんで大丈夫です。
すいません、ありがとうございます。あー18時過ぎてるって思って、その後にちょっとツイートしちゃった。そこがね悔しいです。ね、みんな間に合ったみたいでよかったです、はい、あ、なんで消えないんだろうと思った。そういうことか。販売時間に合わせてサービスエリアやりましたって、すごい。17時からそわそわしてました。17時からなの？5分前にアラームかけておいた。私もアラームかけとけばよかった。告知してくれた時点でスケジュールに入れているので大丈夫です。ありがとうございます。サービスエリアの手前で降ろされなくてよかった。サービスエリアの手前で私を降ろしてちょうだい。ねえねえ、今すぐさよなら。のんびり夕飯食べてて、ちかなちゃんからのツイートで気づきました。あら、忘れてたんですね。あら、ではまたね、やるから安心してください。今日ね取れなかったって方もね、月に1回はやっていけたらいいなって思ってるので、ネクストも楽しみにしててくださいねーねー。え、待って、私何時からやったっけ。あ、19時か。そろそろ壇上読んで、はい、終わりにしようかな。遠くなったな。だって遠くはなってないのよ私。全然遠くはなってないですよ。今日は存分に笑わせていただきましたって、ありがとうございました。嬉しい限りです。すいません、大暴走しました。サイバーさんが可愛すぎてすみません。はい。すいません、普段はちょっと落ち着いて いる方だと思います。あんなに普段からなんかあんなんではないと思います。そうね、ちょっと話戻るけど、遠くなったって難しいよね。だってさ、私はさ今東京でこうね、ね、活動してるんですけど、難しいよね。活動する場所によってさ、あー、ちかなちゃん遠くなったなーとかさ、会いに行きにくくなったなーってなるのはさ、しょうがないよね。ね。それは難しいことでさ、なんだろう。
もともと新潟でさ活動してて、新潟にこうね、地元が新潟の方とかさ、近い方はさ、あ近いから劇場とかやった時に行けるってなったりするじゃない。でも新潟から遠い方って予定合わせて新幹線とかのチケット取ってとか、そうなったりするけどね、その今その逆だし、でそのトーク会、オンライントーク会も今その先着順っていう風になってるしさ、難しいよね。別に遠くはないんですよ。今まで以上にこうみんなとたくさんお話しできる機会、みんなが喜んでもらえるようにって思って、たくさんこうお仕事し頑張ろうって思ってるし、そう遠くはなってないよね。そのなんだろう、別になんだろうな、応援の熱量とかそういうわけじゃないんだけど、気持ち的な問題だよね。うん、だからまあ今私はアイドルじゃないからあれなんだけど、アイドルの時ってさ、ファンの方のこのモチベというかをさ、いかにあんまり 変な言い方になっちゃうんだけど、いかにこう持ち上げられるかみたいな感じだと思うんですよね。そうだから表現するのが難しいんだけどね、表現するのがすごく難しいなって思う、うん、なんて言ったらいいんだろうね。でもでもさ、人のね、その気持ちまでコントロールするのって難しいよね。すごいドライな言い方だけど、すごく難しいと思うの。自分の気持ちをさ、まずはさ、私自身がちゃんとコントロールしなくちゃいけないし、はい、だから別にどうしても来てくれって言ってるわけじゃない。その方の都合もあるし、気持ちの問題もそうだし、はい、だからまあ私は私らしくねっていう感じで、卒業後もいろんなことに挑戦していけるように頑張っていきたいなって思います。遠くはなってない、それだけは分かってほしい。そう感じてしまったら、なんだろう、私のなんだろうな、私が今までこうメールとか送ってたことを思い出してほしい。卒業公演の時に言ってたこととかも思い出してほしいって思う。そう、はい、ちょっともうめんどくさいこいつ。
私はね、もっと応援したいって思ってもらえるように頑張りますね。ねえ、応援してるよ、だって。ありがとうございます。頑張る頑張る。まあね、もばめなくなったの大きいと思うよ、みんなの中では。私もね、最初大きかった。でもさ、もばめってそこで気づいたんだけど、もばめって当たり前じゃないんだなって思ったよね。言いたい感じのことわかるかな。5年間ずっとやってきたから、もばめがあるのはみんなの中では当たり前だったと思うし、私の中では当たり前だったのよ。毎日送る、まあ送れない日もあったけど、そう、毎日送る、だから毎日私からメールが来るってことだと思うんですけど、でもそれって当たり前じゃないんだなって亡くなって気づく。まあ別にさ、モバメもこういうショールームも SNS も毎日送らなくちゃいけないっていうことはなかったの。必ず毎日何通以上送りなさいっていうのなかったし、自分のペースで送っていくことだと思うんだけど、でもやっぱなんだろう、毎日みんな欲しいと思うし、みんながちゃんとさ、こうね、汗水流したお金でこう払ってさ、買ってるわけじゃん、ある意味。なんか生々しい話してるけどごめんね。だから毎日欲しいと思うし、こうね、払ってる以上こう満足できるようにみたいなっていうのはあったかな、私の中では。だけどまああんまり送りすぎても、私内容薄かったら意味ないなっていう感じだった、ね。そう考えるとさ、48って便利なツールを使ってるし、すごい、なんだろう、48しかないことをしてますよね。今までのモバメの返信読む時間は何してます？何してるんだろう。でも今意外とやらなくちゃいけないことが多かったりするから、それやってるかもしれない。はい、かな。エゴサはね、あんましてないかな。まあ、してるけど、なんかそのモバメで使わせた時間は今は違うことですね。そう、もともとエゴサしてたし、いいね押してないと思うんですけど、そう、
いいねするとき一応報告するんですよ、そのマネージャーさんに。多分一つ一つ報告する感じになってるので、だからさ、なんかなんだろう、これらにいいね押したいですブワーって送ってもめっちゃ大変じゃないですかっていうので、いいねは今は押してないですね。そう、その関係者の方とかそういう方のはいいね押せるんであれなんですけど、そうだから多分みんなあれ寂しくてなのかわかんない、いいねがないからなのかわかんないんですけど、投稿エゴサしてもあんまり少なくなったから、あんまりそんなに前みたいにたくさんはしてない、うん、エゴサね。そうでも見てるよと思っといてだからいいねは押してないけど見てるからたくさん投稿してほしいなとは思う心の中で。ちゃんと見てます、はい、そう、それね、多分みんな気になってたことだと思うし、密かに、ちゃんと見てます変わらず。1日1回はしてるからエゴサ絶対1日1回はしてる、してない日ない、それ 100% 言い切れますはい、1日1回はしてますね。はい、生活の一部です。だからみんなじゃんじゃん投稿してエゴサするから、なんかそういうの作ろうか、いいね、いいねなんちゃらかんちゃらみたいなね、そしたらみんな言うね、生活習慣って怖いね怖いかなね。近なさタイマー使ってもいいよね、全然使ってください。そんな感じですね。私は変わってないと思いますこんな感じでのびのびとやっております。はあ、はい、じゃんじゃんしてねはい、なんか質問とかありますか？私が答えられる範囲で答えますけど、私がなんかこの何今言ったいいねのこととか、まあ急に質問ありますかって言われてもあれですよね。
そんな感じです。サッカーの勉強はこれからしますか？まあ、なんて言ったらいいんだろうね。お仕事なので、自分で調べられる範囲は調べていきます、もちろん。けど、例えば一回見たからといってすぐ覚えられるような脳みそではないので、っていう感じです。返信したくなるツイートってありますか？返信したくなるツイート、たまにあるかも。それはなんか、なんだろう、面白いことを書いてあって、それについて返信したいなとか思ったりとか、あとこの情報間違ってるよっていうのとかはい、っていうのありますね。そう、これちげえしみたいなはい。豆腐会は夕方以降のみ？夕方以降っていうか、その予定かなっていう感じです。もちろんその前みたいに、その NGT 時代っていうんですかね、みたいに一日中とか、まあ一日中はしないと思うんですけどね、朝会ったりとか、お昼に会ったりとか、夜に会ったりとかできたらいいんですけど、まあスケジュールですかね。簡単に言うとスケジュールの都合ですね。私のスケジュールもそうだし、マネージャーさんのスケジュールもそうだしっていう感じです。はい、多分みんなの中ではさ、まあ私が5年間 NGT にいたからっていうのもあるんだけど、NGT にね、みんな慣れちゃってると思うの、いろんな例に関して。でももう私はもう2月末にこう卒業してるから、こう少しずつ、なんだろう、一人のタレントというか、役者というか、女優というか、として慣れていってほしいなと思ってます。はい、まあね、同じ感覚で考えちゃうよね。わかるわかるね。でも分かってほしいのは、私もマネージャーさんも、こうどうやったらファンの方がこう喜んでもらえるかとか、そういうことをこうしっかり考えながら今いろいろねやってるから、お仕事に関して全てファンの方の意見全て 100% 受け答えれることはできないと思うの、 100% ね。だからそこはちょっと分かってほしいなっていうのはあるかな。うん、っていう感じです、はい、ね、そうね、バランスね、バランスですね。 100% 聞いてたら、まあね、それがさ、意見なのかわがままなのかも分かんなくなっちゃうじゃん。それは私もそうですしさね、私もね、しっかり余裕を受け止めて頑張っていこうと思います。
っているので。はい。ね、初見です。だってありがとうございます。ね。お客様相談室が必要になっちゃう。まあね、難しいよね。だから本当に、うん、ね、本当にね、いろんなね、難しさありますよねって思う。はい、そんな感じでございます。まとめ方が雑ですけど、はい、ありがとう。で、なんかもういっぱい喋っちゃったね。8時だ、終わりにしようってさに。ということで、改めまして、サイバーさんのワロップ本日ありがとうございました。とても楽しかったです。サイバさんにお会いできて本当に嬉しかったです。そしてあの、そして続きですいません、あのトークポート、18時から受付したんですけど、あのなんか完売になったみたいで、本当に今回もたくさんあの申し込みしてくださった方本当にありがとうございました。またね、トークポートも、やっていきたいなと、月に1回できたらいいなとマネージャーさんと話しています。そしてあの4月2日からあの私のね、私番組というかワロップもね、やらせていただくので、そちらもあのよろしくお願いいたします。緊張する。はい、頑張るぞ。そうね、今度はサイバさん、サイバさんゲストにねしたいとね、呼びたいなって思っている所存でございます。はい、わかる。 MC できるかな、すごい心配。すごい心配です。はい、ということで男女読みます。男女読んでないよね。13位、菊丸さん13位、菊丸さん12位、ジラフさん12位、ジラフさん、11位、カズさん11位、カズさん、10位、ディエマさん10位、ディエマさん、9位、カブさん9位、カブさん、8位、ナチュラルさん8位、ナチュラルさん、7位、タッチンさん7位、タッチンさん、6位、トムネコさん6位、トムネコさん、5位、ハブトゥーセーブさん5位、ハブトゥーセーブさん、4位ラーマさん、4位ラーマさん、3位パンダのテオさん、3位パンダのテオさん、2位リョウさん、2位リョウさん、1位サットオツカさん、1位サットオツカさん、ありがとうございます。はい、というわけで配信を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。あくび最後にすいません。また会いましょう、ルーム。バイバーイ、ありがとうございました。またねー。